ドッグピンを引きながら。おお、なんだ今の。なんだ。ちゃんとこういうのもついてる。計量カップ？うん。あれこれじゃ声入んないかも。いや入る入る、楽勝。見切れだよ。楽勝楽勝。ああそれか。うん。今解凍してるけど。でかいもん濃い。なんだこれ。はいしょ。鯉の切り身一匹分、醤油100、砂糖110、酒200、みりん100、水600。生姜はいらないね。あった方がいいんじゃない。いやいらないいらない。みりんないよ。みりんない？ないね。酢がいっぱいあるけど。あ、ぴったしだ。もう一個。いや、もう一個は切りすぎかもしれない、これ。解凍したから捨てるしかないよ、じゃあ。いや、大丈夫。俺は凍らせて食う。無理だから。一切れにしよう、ね。じゃあ捨てよ。はいよ。はい。醤油 204g。 あれ63になっちゃってる。普通は飲んじゃない。砂糖 200g。 下茹で臭みを取ります。もういいかい？うん。これを流せばいいの？うん。はい、ちょっと完璧にはちょっと。はい、お酒 202g。 はーい。これぶち込んじゃっていい？うん、いいよ。入れるよ。うん、それ入れたら持ってきて。うん。蓋をして、強火。蓋をして、いきます。沸騰するまで。沸騰するまで？うん。沸騰したからいいよ。分かった。はい。圧力かかってる状態なの？うん。そしたら火を弱める。弱めんぞ？さっきまで強火だったから。弱火にしたの？今中火にした。中火か。わかりました。はい、みりん200、みりん200。これちょっと開けてくれね。え、蓋を？うん、どうするの？これこれなんだろうね。何？全然汁抜けてないね。これ抜けるまで煮込むのは何分ぐらいかかる？知らないよ、私圧力慣れてくれ。この蓋しない状態でやって、この水分がなくなるまで。まあ1時間以上は煮なきゃダメだね。よし、強火で1時間だから7時半。なんだって。よし、消して1回、1回中身見てみていい？誰かあげて。いやーすごくね。すごいね。まだ時間かかった。あと30分ぐらいで？ガスで煮たほうがいい。どうだろう、さだみさん。
ろお茶に入る硬い骨、ね、このナスの炒めたのって私たち食べてもよかったのこれ、うん、そうだったのなほちゃんがこれじゃあ明日、明日いただいて、あっちちゃっ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 ちゃ、これはやっぱ硬いね、もうちょい30分やるか最終決戦、もういいじゃない、あのさ、電気量が大変だよ、やめてくれ、ガスで煮直したガス、明日ガス入れたら音、これガスも大丈夫だから、そうなの、うん、両方対応できるやつだよ、よし、これでじゃあ終わりにしようね、うん、もうこれではい、さとみさん、お願いします。説明、完成って。完成です。はい。おー。3時間ぐらいかかった？うん。本当はもっと早くできるけどね。うん。よし。